やっと試練1周目も残りったりか。1周にここまで時間をかけていたらメリア奪還作戦に間に合わないぞ。愚かで哀れな主様は。でも心配ね。ルナ戦はまさか自殺を選ぶなんて。何が主様を追い詰めたのかな。さあな、だが主様にとってルナの過度な愛情は到底耐えられるものではなかったんだろう。いやほぼ受け入れないといけなかったから追い込まれたのか。これは私が思っている以上に主様は愛情を向けられることに抵抗があった。距離感が縮まることを嫌悪していた。そもそも考えたら主様は1年前までは部屋に引きこもっては外との関係を断っていたほど、その根本的原因がルナ戦での敗因だったとすれば。最悪の気分だ。克服したと思ってたのに。俺はやっぱりダメだ。戦闘面である程度自信がついたと思った。一人前になったと思った。だけど心はそうはいかないんだな。昔から人の目が怖かった。どこか哀れぬ目、失望される目、諦められている目、きっと身内だから相手されてるだけで身内でなければ相手にもしないんだろうっていう自己肯定皆無の思考回路。ずっと不思議だった。記憶はある。小さい頃から引き家にいる記憶。だけどその記憶はひどく曖昧で自分という存在がただ説明できる最低限のものみたいなどうしようもない虚無感があった。俺が今みたいに上辺だけでも人と話せるようになったのは見知らぬ土地、幻想郷で誰も気づいていない霊からのスタートだったから。だから前を向けた。誰も俺を比べない。比べる対象、違和感のある記憶と比べなくてよかったから。そして大事な仲間が増えて自分らしく生きるために前を向いた。たったそれだけの話だったんだ。でも俺は今でもヘタレって言われたり、追ってとか言われるのってやっぱりトラウマがあるからなんだろうな。俺は素直な気持ちと向き合うのが怖い。その思いがただ純粋にまっすぐなほど怖い。それが好意であれ、悪意であれ、直接向けられるのがたまらなく嫌いなんだ。ただ相手の事情を理解すれば問題ない。だからメリアたちの愛情は素直に受け取ることができる。でも最初はそれすらも怖かった。だから正直、ミガドルエデンで寝るたちが無条件で俺のことを信頼したり好意を寄せてくるのが不愉快だった。バハートさんの件でもそうだ。不愉快だった。嬉しさなんてみじんもない。何もしてないのに勝手に一方的で純粋な感情を向けられる意味がわからなかった。でもまさか自死を選ぶことなんてな。とことん弱いな俺は。普通なら喜んで下心丸出しにしてハニートラップにまんまとかかって快楽に身を委ねてたのかもしれないな。いい加減考えすぎか。次行こうか。もう行かれるのですか？まだ休んだ方がいいのでは？いいんだ。体は別に問題ないし、長い間休憩したおかげで体力も十分。モチベーションは確かに最悪だけどな。それにさ、逃げてばかりじゃダメってわかってるつもりだ。だからさっきの逃げの敗北は強く反省したつもりだよ。逃げが恥というわけではありません。誰にだって許容できない部分はあるのです。完璧なんてありえない。それこそ許容範囲を妥協しなければ心が持ちません。そうだな、そうかもな、優しい言葉だ。俺にとって救われる言葉かもしれないけど、この場では毒になり得る言葉だよ。強く見せるのが上手い人だ。普通ならこんな小休憩ぐらいで立ち直る話じゃない。普通なら心が死んで数十年感情が消えていてもおかしくない。主様の不屈の精神、ここからはどれだけ強く心を保てるか、折れないでください。折れたらわかりやすい外傷と違って戻りませんから。覚悟は決まったのね。泣いても笑っても後戻りはできない。負ければ2周目、勝てば合格。ここからはただ怪我をするよりもきつい戦いになる。ああ、だから説明を頼む。この部屋には幻想の究極系がいます。幻想とは幻惑はもちろん、幻から空間まで、想像の具現化、あとはそうですね。この先にいる子は罪人です。故にそもそも安全なんて考慮してませんが、最悪死なせてくれない場合があります。故に難易度は S、この上なく戦いにくい相手だと思います。どうしたんだ？少しルールに背きますが、教えます。今回の相手に信奉は絶対に使わないでください。理由は聞いていいか？相手の幻惑は能力効果を騙す。必中効果も幻惑を盾に回避する手段があり、耐久無指定攻撃も調和し、効果を相殺してしまう手段を持っているからです。つまり、今まで信仰を使って状況を逆転させて勝ってきた方法が裏目に出てあなただけが損をするという結果になる、そういうお話です。そうか、つまりズルはできないってことか。最後の最後にとんでもない奴を残したもんだ。わかった、アドバイスを考慮して戦うよ。それじゃあ行ってくる。ずっと見てきました。私を狂わせた元凶がどんなお方なのか、ずっと見定めていました。失望した、私はこんな人のために全てを奪われたのか。試練、そんな生優しいものだと思うな。私はお前を絶対に許さない。お前のように従属を便利な存在程度にしか考えていない愚王をこの場を使って粛清する。
従属、何のことだ。俺は専属人の身になくらいしか関わりはない。専属人は仲間であり家族、決して主従関係じゃないって考えてるんだけどな。何をどう見てそう考えたかは知らないけど、そんな心当たりのない逆恨みを俺にぶつけられても困るんだよ。お前のためにどれだけ私たちが配慮して動いているのかも理解してないのか。全部お前のためなんじゃないか。俺のためかどうかは知らないけど、俺は別にこんな試練望んでねえんだよ。俺のためというならさっさとここから出せよ。お前も俺を出さずに試練に参加してるくせに被害者ぶってんじゃねえよ。少なくともお前のことは知らない。何が起きたかも知らない。その根幹に俺がいたとしても俺に当たる時点でお門違いも甚だしいんだよ。なあ、お前がどんな風に狂わされたかは知らないし聞く気もねえよ。だけどいちいちそんな悪意を向けられてたらこっちだって腹が立つんだ。攻撃に実体はあるのにこっちが攻撃すると霧のように消える。思ったよりうざい戦い方だな。全体攻撃をしても当たらないのか、これで見てやるよ。狙ってきた。毎度こうやって攻撃してくるのか、それともさすがに効くから妨害に入ったのか。なら強行してやる。オーラ、テラ、バーストでもあの逆恨み野郎、攻撃力そんな目ないな。痛くないわけじゃないけど一撃くらいなら受けても大きなダメージにはならない程度だ。幻想支配。何のつもりだ、劣化なら俺が躊躇するとでも思ったか。お前が俺の記憶を見て投影したならもっと深く見ておくべきだったな。俺は訓練で人質に仲間が取られたり、操られたり、姿を模倣された時は容赦なく殺すように何度も互いに殺し合ってる。今さら躊躇するか。どうも戦い方が小物臭い。幻惑系能力者だからか。それに憎んでる割には動きも理性的だ。違和感を感じるな。冷酷な人、こんなのが私の主で、こんな奴のために私はニールから全てを奪われたのかって思うと、心底腹が立つ。ファントムコピー。瞬間ゼロ距離。反射神経がどれだけ速く、動体視力や感が鋭くても必ず移動をついてゼロ距離で攻撃を打つ。こいつ、強いのは認めるけど、やっぱり地味だな。なんていうか他の奴らと違って強者感がない。存在感がないとも言うか。このまま絶え間なく攻め続ける。相手攻撃力も抑えてる。すぐに死なれたら困るからね。ここで絶対に苦しんでもらう。知っている。お前に絶え間ない攻撃は有効。持久戦に持ち込んでしまえば。耐えれるんだな。いや、そう感触を幻想で作ってるのか。2回目でもうすでに酔いだのか。俺は知ってる。嫌いな奴に抱きつかれる。嫌いな奴から好意を示されるのは嫌悪と屈辱でしかないってことを。お前は前回の俺だ。相手から愛情を向けられる不愉快感に苦しめ、動揺してろ。知っている。好意を向けられる苦しさ、動揺するよな。しかもただでさえ嫌いな奴に甘い言葉を囁かれてみろ。生理的に受け付けない体はそこから逃げ出したくなるよな。それでいい。一番理解できる感情だよ。俺は好かれることに抵抗はあるけど、どうやら嫌われることには抵抗はないようだ。それもそうか。そもそも自己評価が低いんだ。漫画やアニメみたいにきっかけ一つで心の持ちようが改善されると思うなよ。ずっと引きずって生きてんだよこっちは。だからお前の悪意はうざいけど心地いい。それだよ。最近は無条件で俺を好きになったりするやつばっかりで心底嫌気がさしてた。そうだよ。普通これなんだよ。俺は万人から好かれられるような人間じゃない。無条件で嫌われるなんて当たり前なんだ。だから喜んでお前の悪意、丁重に扱ってやるよ。私の悪意を丁重に扱う？ふざけているのか？それともどんな形であれ自身の評価を受け止められる器がある大物か？一度に定める必要がある。なぜ私が今相手に恐怖を感じているのか？あとってさ、今更だけど好きな女性のタイプって何なの？好きな女性のタイプ。ほら、私みたいな子がタイプとか、一途な子が好きとか、元気な子、おとなしい子、子供っぽい子みたいな。そうだな、強いて言うなら。俺のことを好きでいてくれる反面嫌いでいてくれる人。何それ。俺のいいところしか見ない人は嫌ってことだよ。好きなタイプは現実的な考えができる子。かな。ふーん、ならなんでことかちゃんは好きになったの。だってことかって嫌いなことはしっかり嫌いって言える子だし、そんな嫌いで嫌な部分を見た上で好きになってくれたんだ。俺だって好きって気持ちが強くなってもおかしくはないよ。なんか嫉妬した。私の方が相思相愛だもん。比べるなよ。俺はどんな時も石化はずっとそばにいてほしいって思ってるよ。俺は石化みたいなまっすぐなところが好きで、たくさん助けられてるんだからさ。まっすぐじゃなかったら見捨てるんだ。やべ、だからこの手の話題は苦手なんだよな。
今回はパトの抱える闇の部分が出たね。まあ私、ずっと知ってましたけどね、ずっといますし。ふふん、私も知ってたね。むしろ今のパトしか知らない私にとって当たり前のことすぎたね。だからこそ絶妙な関係でいられる私が全属信頼最強なんだよ。パトとの距離感という分野においてね。ただ女がしてる他のことは違うわけさ。この広い目を出さないとここの作者からピックアップされませんよ。見たいけど真の敵は作者だった。次回もちょっぴり荒々しいご主人ですね。楽しみです。そこはお楽しみにってようぜ、メリアの旦那。